自律神経専門家シカコの部屋へようこそ。今日は疲れがあるあなたに向けた動画になります。疲れがあるあなたの疲れを取るシリーズ第7弾。今日は体を緩めるっていうことについてお話ししてみようと思います。やっぱり疲れてくるとだんだんこう筋肉が緊張した状態で、それがずっとキープされてるっていう風になってくる場合が多いので、脱力して疲れてるっていう場合もあるかもしれないですけど、結構知らず知らずのうちに筋肉は緊張している場合が多いですね。で、体を緩めてあげる方法としては、お風呂に入って湯船に浸かってリラックスするっていうのが、まあ一番緊張がほぐれますし、血行も良くなりますし、いいですね。で、あとストレッチ。で、ストレッチも大げさなものではなくて、こうパッとすぐできるものっていうことで、ちょっと2つご紹介するんですけども、まず口を開ける。口を開けるっていう動作って、あくびする時とか、あくびの時とか、あとまあ歯磨きですね、歯磨きする時とかぐらい、あと食べ物を口に入れる時にも一瞬開きますけど、ずっと開いてることってないと思うんですよ。口を開ける30秒。結構顎をずっと噛みしめてる方って多くて、寝てる間も噛みしめちゃってるっていう方多いので、そういう方は特にこう口をあーっと開ける、顎関節症とか顎動かすと痛いっていう方は無理しないように開けていただきたいんですけど、で、開けるのももう力を入れて一生懸命あーって開けるんではなくて、こう力を抜いてはーっと、もうなんかアホっぽくですね、こういう言葉言っちゃいけないのかもしれないけど、ぼーっとあーっと口を開けて、で30秒、これはちょっと時間長めなんですけれども、30秒口を開ける、これ結構いいです。で、あと手を開く、手を開くのは、もう結構手も作業する時ってやっぱり手ってこういう風になりがちなので、これをちょっと伸ばしてあげて、できれば手首もこうちょっと反らしてあげるといいんですけども、手を開いて反らす。で、この状態で、これは30秒もしなくてもいいです。5秒から10秒ぐらいでいいので、手を開いて反らすっていうのをちょっと気づいた時やっていただければ、ちょっとこう体が緩むと、その分血行も良くなりますし、緊張も解けてリラックスできるので、疲れを取ることにつながっていきます。そんなに難しいことはないと思うので、ちょっと気づいた時、まあお風呂はちゃんと時間がある時にゆっくり入るのがいいんですけれども、このストレッチはすぐ思いついたらパッとできるものなので、ぜひやってみてください。今日の動画いいなと思ったら、いいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。